どうぞ。はい、YouTube テレビ東京競馬チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。クズとおなじみキャプテン渡辺ダイヤーン。東スポ記者の三島まりえだよーん。テレビ東京アナウンサーの富田由紀だよーん。今回もこの3人で競馬予想を生配信していきます。ダービーですから、はい、厳粛にやらなければいけません。そうですね、はい、ただ、勝浦さんお疲れ様でございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ、先生と共に。またお願いいたします、先生と共に。よろしくお願いいたします。はい、さあ、この番組では今週もウィニング競馬の放送で語りきれなかった予想のうんちくなどをお二人にたっぷりと伺っていきたいと思います。はい、ます今日はですね、はい、明日も日本ダービーを控えているということで、東京最終レースの予想は、はい、まあ、しない、まあ、しているんですけど、はい、あの配信で、まあ、そうですね、丁寧にレースだけ見ますけど、はい、とにかくダービーということで、はい、そらそうと言いまして、はい、ダービーについてお話をたっぷりお二人にお伺いしていきたいと思います。はい、はい、さあ、ではですね、どうしましょうか。まだ発送までは時間がありますので、はい、まあまあ、どんどん行っていいんじゃないですか。はい、行きましょう。はい、それでは、行きましょう。ウィニング競馬ファミリーキャプテン渡辺が G1 勝ち予想、自腹で目指す100万円。はい、はい、ルールはもう言うまでもないかもしれない。言うまでもありません。改めて、はい、キャプテンさんには、はい、G1 レース明日の日本ダービーに自腹1万円で勝負をしていただき、はい、100万円超えの的中を目指していただきます。はい、点数は何点でも構いません、はい、そしてなんと今回はマリエさんにも50万円をかけた自腹チャレンジをしていただきます。はい、マリエチャレンジ。そうなんです、そうなんです、はい、でもすごい頭を悩ませてます。5000円ってことですか。5000円ですか。いや、1万円を50万です。あ、半分、半分ぐらい。でも1万勝負なんだ。はい、まあ、結構大変ですね、俺はね。はい、はい、まあいいんじゃないですか。はい、はい、ということで、明日行われる日本ダービーをキャプテンさんとマリエさんと一緒にたっぷり予想していきます。はい、お二人への質問を随時受け付けておりますので、はい、チャット欄に記載していただければ可能な範囲でお答えしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ではですね、行けるところまで行っちゃいましょう。行けるところまで行きます。はい、では先週末行われましたオークスの予想を軽く振り返っていきましょう。はい、ご覧のような結果となりまして、はい、これかな。オークスは硬かったな。はい、硬かったな。かなり硬い決着となりまして、はい、1着は2番人気でしたチェルビンヤ、2番人気は1番人気ステレンボッシュ、そして3着に10番人気でした。10番人気でした。10番人気じゃないですよ、ライトバックは3番人気かな。はい、3番人気のライトバックということでした。はい、キャプテンさんはこのライトバックを軸にしたのナンバー13番の3連単で予想しました。はい、本命に置いていた14番ライトバック後方からの追い上げがあったものの、その他の馬と、まあ、馬場との相性がね、あれだったのか、はい、予想的中とはなりませんでした。待ってください。はい、前も言いました、ね、これはもう予想的中のクソもないから、これは当たり入ってないんだから、もうどう買っても外れてるんだから、別に私の予想が外れたわけではなくて、当たりが入っていないレースだったという言い方をしてください。そうですね、はい、コメントにも来てますよ、当たりのないくじを引かされた、はい、ほらほらほらね。あ、言い訳。いや、言い訳じゃない。言い訳じゃないよね。言い訳。分かってくれてる方がいる。だってどうやっても無理なんだから。まあ、無理難しいですね。そうなんですよ。もう予想だったらそうですね。はい、これはもう誰がどう買っても1万円を100万円にすることは不可能だったわけですから。一瞬ありましたけど、ね、一瞬夢ある。はい、ありました。あのほら、5着馬が。スイープの。5着のクイーン。あ、クイーン？ラソブクイーン。ラソブクイーン。あれだったら、あれが3着だったね。あれが3着だった。まあでもクイーン、カードさんの馬が3着でも多分100倍はいってると思うけどね。いってますかね。いってると思う。あ、いってないか。いや、微妙なラインかなと思った。まあ3着ですよ、大切。まあもうとにかくね、ちょっと厳しかったっすね。はい、はい、ということで、今日こそは、もちろんです。2人には100万円達成を目指していただきたいと思います。はい、では明日行われる日本ダービーの予想に参りましょう。はい、もうどうでしょう、お二人とどんなレースっていうか、まあもちろんよく運がいい馬が勝つと昔からのね、言い伝えでは言ってますけど、 でもやっぱり本当に強い馬が勝つなと思ってますね。はい、ほとんどね、このところのダービーは硬いですけど、ただ私ダービーはすごい得意なんですよ。そうなんですか。期待しちゃおう。はい、だって去年も当たったし、去年タステイラで単勝だったし、すごいすごい。その前もドージュースが本命だったんですよ。でもちょっと狙いすぎてギリギリ外れて、でその前は3着だった、ね、シャフリヤールとしては3着だね。レッドジェネシスじゃなくて、30ステラデローチェ、ステラデローチェ本命で、よくそこからすごい。
サラブレッジョン本命でもうワイドと3連単も全部当たったから意外とね得意なんですよ。すごい、はい、私も1、2着逆だったら100万とかだったら、そうマジですね。そう去年シャフリヤールが2着だったら俺上がったんだね。これがねエフォーリア1着、そうエフォーリアが1着で惜しいなだったらこの企画が100万当たったんだ。あ、なるほど、はい、ただ自分の上に行けばの負けが当たったから良かったんですけど、はい、はい、ということで、はい、歴代優勝ちょっと大久保先生と勝村さん、はい、いい加減にしてください配信中ね盛り上がってます。大きい声でダービーの予想をまあいいですけど最終の予想ね大久保先生とね、部活動さんが、まあ、今最終のリレースの予想をしてます。こちらが申し訳ないです、でも、ね、ちょっとね、配信をやっていたので全然大丈夫です、喋っててください、はい、こちらでは日本ダービー、はい、過去10年の勝ち馬をまとめてみましたけども、はい、お二人どうですか、過去10年ご覧になって、こう共通しているものとか特徴とか。まあこれはもう毎週のようにね言ってますけど、まあ基本的にはやっぱり強い馬が勝ってることが多いかなという感じですよね、はい、ただまあでもオークスとかと比べるとちょっとは紛れもあんのかなっていう気もしますよね、はい、意外とやっぱりダービーで全ての力を使い果たしてしまったようなね、まあ、その後の成績を見るとね、その後の成績を見ると、かのような馬もいるかなと。小馬になって復活の馬が言われる。そうね、やっぱり結構ここでダービーに全てをねかけてるんだろうな、燃え尽きるのかわかんないけど、そういうイメージもあります。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあではこの3連単の後輩とトップ3過去10年ですね、はい、振り返ってみましょう、はい、まず3位から2014年の103,300円、2位が2019年の199,060円、1位が2018年285,600円、ね、うん、これねこれすごかった。この時の1番人気、2番人気、3番人気って何だったんだろう。ダノン逆にダノン、あダノン、あれダノンじゃない、川田さんのダノンプレミアム違うじゃない、ダノンプレミアムじゃなかったかな、違うかな、それかもしれない、当時の2018年、勝浦さんもご覧になってました。ワグのダービーね、これはすごかったな、すごかった、私これ初めて見た G1、 この2018年、福永さんの初ダービーの、まあ、でもやっぱり、はい、未だに語り継がれてるような馬ですよね。ワンドーリーもよく言うし、うん、ロジャー・バローズだってね、うん、やっぱりこれだってサートルナーリアとかの年でしょ、これ、はい、それこそ戸崎さんが2着のね、うん、ダノンプレミアムか、はい、なるほど、これは難しかった、まあ、こういうこともありますから、2番人気ブラストワンピースだ、 あとエポカドーロね、あ違う、戸崎さんが2着だった、なるほど、あエポカドーロが2着か、月賞、はい、はい、ありました、はい、ということで、では今年のその人気を見てみましょう、はい、さあさあちょっと待ってくださいね、まあダントツで、まあじゃあですね、ミラノでしょうね、はい、2.4 倍で、なんか私の本命がシュガー君になってる嘘、あら、失礼しました、はい、すみません、で2番人気が唯一の牝馬レガレイラで 4.5 倍、3番人気がシックステンスで 8.4 倍ということで、10倍を切っているのが3頭のみですね、サツキショーバ、ヒンバ、アトムハイのできているシックステンスということなんですけども、はい、枠順と人気踏まえてみて、マリエさん、印象いかがですか、はい、印象、うん、そうですね、やっぱりジャスティン・ミラーの方が断然人気で、なんかありますか、印象、その後はあんまり言われてんのかな、そうですね、4番手以降は 11.52.6.13.1.13.7 は、すいません、サイトの本命も違いましたね、ごめんなさい、ダノンデサイドですよね、彼は、はい、すいません、枠、ちょっとですね、最終が始まるんで一回最終見て、はい、わかりました、休憩で、私は大西ウォリアーの単勝と14番16番のマネットワイドを買ったんですよね、買ったんですね、はい、ついつい悩んでました、結局すごく、はい、マリエさん、紙面上だとギリギリ勝つ、ラービーですね、私は6番、はい、6番、ちょっと駆け込みで買っちゃいましたね、本気で買ってました、はい、見るだけ見ていただいて、6番、あ、14番めっちゃいいじゃん、
え、何買ってるんでしたっけ。ハイセオリアです。はい、と戸崎さんです。14番。あー、でもどうだろう、外外回されちゃうのかな。戸崎さん16番。14番思ったよりいい位置つけてくれたから。あれ、北村ひろきさん、はい、そのまんま出てる人がいる。384逃げてるのが38、はい、そうです。そうですね、38。それは捕まえられそうな気がするな。あとは折り合い、プラビとかやめて。もうどこにいるの、プラビ。カナベ中段ぐらいにいました。中段にいた、うん、ちょっと後ろめ。あれかな、マリエさんが6番。6番、頑張れ。15番って何、言われたい。体勢ウォリアーも、あー、でもちょっとでも、もうちょっといっぱいか、ちょっといっぱいです。いっぱいっぽいね。ルメちゃんだよ。あーかな、ルメでしょ。今日内装目だ、ルメールさん。あ、でも14番も来てるけどな。8番かな。8番か。プラビ、来い来い。あー、プラビの手応えもすごい。来て、あ、来た来た、あれ、そこから。いやいや、来たわ。来てる来てる来てる。あー、トサクさん来たけど14番はダメだ。頑張れ頑張れ頑張れ。カナさん、勝った、わーい。あ、まだまだ。3着なんだ。本当だ、来た来た。あー、やっぱ戸崎さんか。戸崎さんが来るのよ。これめちゃくちゃ硬いでしょ、これ。6、8、16、3勝かな。おー、4.7 倍つく。素晴らしい。ちょっと待ってください。ごめんなさい、当たって喜んでるとこ本当申し訳ないですけど、コメント欄にキャブの馬券最近冴えないねって聞いてます。これは完全に今日のオンエアを見てないですね。はい、なんだったら今日のフライング競馬も見てない。見てもいないのにこんなことを言われるとね、見てない人が冴えないなんて言ってるわけですから。今日すごかったですよ、ね、ただもう僕は教えないです。今日何があったかは教えない。はい、なんで今日すごかった、はい、今日すごかったことだけ言っておきます。今日すごかった、はい、どれだけいい加減なことを言われてるかっていうね。見てもいない人が言ってるわけだから。めちゃめちゃ攻めるですよ、はい、見てもいない人が文句を言ってるってことがこれもう分かりましたね。そうですね、はい、はい、もう確実にそういうことですね。あ、勝間さん、すいません、お疲れ様、ありがとうございました。ま、僕は30日、はい、はい、お願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、もうなんか準レギュラーみたいな感じ。またね、また近々あると思いますので、ね、はい、近々、はい、ありがとうございます。頑張りましょうね。ダービー頑張りましょう。ダービーは大丈夫です。大丈夫です。3連服にすれば間違いない。3連服か。オーキッドロマンスもそう言ってたけどな。3連服。お疲れ様でした。ありがとうございました。とても柔らかい人がなって、はい、素敵な方です、ね、はい、あとまあ勝負師ですからね、うん、そうですね、はい、さあそれを置いておきましてね、どんどん行きましょう、はい、マリエちゃんも今日大変だから多分。そうなんです、はい、はい、なんですね。ではレースの展開予想に早速、明日のダービー展開ね、展開予想はですね、あの優勝タバルがいないからね、はい、ちょっとフライング競馬で、あの勝浦さんに協力していただきまして、あ、そうなんですか、まあ、一応、ね、そしてこれは1コーナーの入りの感じですね、勝浦さんやっぱり、竹さんごめんなさい、シュガー君がどうだろうね、私もシュガー君だと思うけどな。あ、そう、まあ、いきますか、うん、行くんじゃないかなと思ってます。これ先に行った人にとってメリットっていうのは、やはりレースを作れる、自分のペースでできる、これはでかいですよ。あの基本的にはあと、まあ競馬っていうのはですね、後ろになればなるほど不利を受けます、ね、壁になって壁前が壁になる、ね、で抜こうと思ったら外を回さなければいけないとかもあるじゃないですか。距離ロスも生まれる、逃げもそれ一切ないから、やはり逃げるというのは有利なんですけど、一方で目標になりやすいとかね、うん、まあ、そういうこともあるので、はい、いいことだけではないかもしれないが、まあ一応あのおさらいですけど、まあ、シュガー君が逃げて、で、まあこの2頭ダノンヤズロックとシックスペンス、やっぱり点のスピードあるので、まあジョッキー考えてもこの2頭もかなり好位につけるんじゃないかという読みで、ただジャスティン・ミラノも、まあ、そんなに後ろから後ろの外外回されてる場合ではないので、まあこの枠なんで、だからこそある程度出していってこの辺につけるんじゃないかと。じゃあこの1番5番はちょっともう分かんないですけど、別にこうたまたま置いてあるだけで、
こんな感じで、ちょっとそっから分かんないっすね。はい。ちょっとね、はい、こんな感じになるんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。キャプテンさん的にはどうですか。はい、勝浦さん、あのフライング競馬でそういうふうに出してもらいましたけど、はい、異論というか、個人主観で。まあ、逃げ馬だけはちょっと、あ、全然豊さんとは決めつけてないですね、僕は。まあ、キャプテンさん、よく向こう上面のポジションどおりとか、まあ、向こう上面だと、ちょ逃げ馬分かんない、本当に。名刺のタバルがいな、ね、まあ、ダノンデサイルってこともあるのかなっていう。アンドリさんがね、逃げそうっていうのは説も。説はありますけどね。はい、遅かったら、あのレイディオロ、ルメール騎手、ね、向こう上面に動いてたじゃないですか。はいはい、レイドの中にね。それか。まあ、それが誰かがやるかってこと。向こう上面でね、今。これは相手今、逆さに相手してますから。向こう上面のポジションを考えてます。まあ、それやるとしたら、だからコスモキランダー、ね、デムちゃんとかね、見ることがになるのかな。でも基本的に東京の 2400m でああいうまくりはね、あれまでエドロ勝ちましたけど、基本的にはないことなので、いや、そう簡単に相当なスローペースじゃないとそれをやってこないんじゃないかなっていう気はしますけど、まあ、デムちゃんだけはやりかねないという感じですかね。はい、でも今2番、あんまり難しいな。はい、地高な向こう上面もあんま動きない。まあ、でも確かにこのまま行くのかって話だよね。そうですよね。まあ、何かが動く可能性は、そう、なんか動いてきそうな気もしますね。どっかまくってったりとか。ただもう一気に追い抜くようなまくりはしないんじゃない？コスモとか。もうあれでしょ、3コーナーぐらいで先頭に立っちゃうようなまくりってことでしょ。そう、まあ、東京の3コーナーはちょっと下りになってます。うん、まあ、それはないかな。ぐーっと行って4コーナー直線の線で向いた時に先頭に立ってるぐらいのことはあるかもしれないですけどね。はい、勝浦さん、一応スローはないだろうっていう、ない、スローはない見解でしたが、マリエさんどうですか。でもスローも全然あり得るけどね。どうなのスロー、はい、今まで全く先頭に立って引っ張っていったことがない馬が急に出てくることもありえますね、今回は。結構逃げ狙ってるんじゃない人が何かいるんじゃないかっていう話を勝浦さんしてましたよね。あ、そうですね。あ、確かに。まあ、新エンペラー逃げるっていう説もね、まあ、今コメントのもいっぱい来てますけど、その可能性もありますよね、リュウセイちゃんも。はい、そういうこともあるので、エコロ、まあ、僕はでも名将タバラとかがいなくなった、いなくなっても、うんうん、まあ、別にダノンエアズロックにとって我が本命、ダノンエアズロックにとって別にそんなに困ることないと思ってますけどね。はい、うん、割と私の中では何が逃げるか珍しく、ここはそんなに重視してないというか、そうなんですか。何が逃げようが逃げる馬を買うつもりはないので。あ、そういうことですか。はい、はい、ただ唯一困るのはダノンエアズロック逃げるっていう、あ、自分の本命、逃がされちゃうっていうね、それだけ嫌だなっていう、だとしてそれは嫌だって感じ。でもモレイラ騎手だったら逃がされてももう行く馬いるならいつでもどうぞみたいな、みたいなんで、ああ、なるほどね、うん、まあ、それやってくれればいいけどね。はい、あんまり逃げ馬関係ないかな今回は。はい、まああとは逃げ馬不在の時にスローになるかハイになるかは、これはね、多分考えても無駄なんですよ。だって分かんないもん。分かんないですよね、結局。ちょっとね、でしょ、うん、勝浦さんが言ってたように、じゃあ俺が行こうって思ってるジョッキーがね、まあ、いるんでしょうけど、それが 4,5 人いてハイペースになるのか、うん、思いのほか誰も、誰か行くでしょうで、ポーンって出して、あれあれ誰も来ないな、勝負スローもあるわけですから、はい、そこはあんまり展開よりは能力で考えた方がいいかなという気がしますね、今年のダービーは。なるほど、はい、あとはまあ、はい、どこ通ってくるかも大事だけどね。はい、はい、そんなイメージです。はい、はいはい、さあ、では先ほどのウイニング競馬内で発表した皆さんの日本ダービーの予想を改めて、ね、難しい、見ていきましょう。まずはこちらは大久保先生、はい、なります。ジャスティン・ミラーの本命に対抗コスモフランダ。あれ、それは私、マリエさんとか、それは私、はい、似てるからね。あれと思って似てた。こっちかな、はい、そうです、先生、はい、そっちか。大久保先生はこちらになっております。そしてこち
ちらがマリーさん、はい、でキャプテンさんの本命がこちらにあります、ダノンエアズロックですね、はい、まあでもダノンエアズロックもそれはもうね、はい、賭けですよ、それはマリアさん単勝と馬単、まあ、単勝と馬単と馬連ですね、絞んないと難しいですもんね、はい、斉藤さん、斉藤さんがダノンデサイル、デサイル初騎士をね見られなかったからここで見られるのはね嬉しいですよね、はい、そしてさっき出られた勝ちです。さんがジャスティン・ミラーの3連単1着です。で、相手が2、6、8、9、12という感じですね。はい。はい、さあ、まずはマリエさん、ジャスティン・ミラーのということですけど、はいはい、改めて魅力を教えてください。改めて魅力です。そうですね。まあ、ジャスティン・ミラーのはですね、まあ、デビュー2戦ともですね、スローペースの勝負で勝ってたんですけど、まあ、前走でハイペース、それ右回りっていうね、初めてのことをにね、ちゃんと対応してレースできてましたから、今回ね東京の2400は私はねぴったりだと思ってるんで、ここは皐月賞に続いて本命2冠達成を期待してます。ありがとうございます。はい、そして、はい、異論はないですね。まあジャスティン・ミラーの本来ね、はい、私も本命にしようと思ったんですよ。オーディションの時もそうだったんですけど、はい、ステレンボッシュは、はい、阪神ジュメナイルフィリーズ勝った時点でオークスで買おうと思ってました。おお、そうなんですね。で、まあ桜花賞も結果的に本命にしましたが、オークス馬だと思って買ってたら桜花賞を勝っちゃったわけですから、うん、それがオークス出てきたらそれは本命でしょう、はい、ジャスティン・ミラノも全く一緒で、皐月賞の時はダービーでこそこの馬でしょって思って、うん、まあ、それはジャスティン・ミラノ買ってなかったんですけど、その馬がダービー勝つんだからそれはもう当然勝ち負け、あ、皐月賞、皐月賞勝つんだから当然勝ち負け、はい、ただまあ一応ね、やはり一番人気の馬を、はい、任す馬を探すのが、まあ、私のスタイル的にね、なるほどね、はい、なんかできればそうしたいと。で、諦めかけましたが、やっぱりプリンシパルステークスを何度も見た結果、ね、確かにこのダノンエアトロック、とんでもなく強い可能性があると、はい、まあ、堀先生の言葉を信じるのであればね、もう全然まだ7割ぐらいの仕上げ、はいはいはい、でしょ、そうですね、で府中の2000で13頭立てとはいえ、はい、大外からずっと外回して最後 80m ぐらいはもう追ってないですからね、強かったです、はい、確かにこれはねダービーもうギューンと、まあもう調教みたいな、うん、まあ言い方悪いですけど、うん、プリンシパルステークスはもう調教みたいなもんなんじゃないかというふうに思ったので、はい、ここは私はモレちゃんと戸崎騎手が直線壮絶な戦い合いになるん なるんだろうなと、はい、あともう一つ確実に好位置を取れる、はい、センス、うん、ダノンエアズロックのスタートのセンスと、うん、まあ、それは大きなアドバンテージなんで、うん、はい、ちょっとこの、一騎打ちに私は期待してます、はい、でまあ本当はね戸崎さんそれは勝ってほしいですけど、はい、まあ、単純なほらオッズの差でダノンエアズロックの方を上に取ったという、そういうことですね。馬券を買うならこっちって、ね、馬券を買うならこっち、はい、ただ気持ちは気持ちはケイタちゃん、ケイタちゃん、ケイタちゃん、はい、そういう感じですね。ありがとうございます。さあお二人にはまず、ジャスティン・ミラノとダノンエアズロック聞いたので、はい、他の有力馬について伺っていきましょう、はい、どうしますか、そうですか、まあでもやっぱりレガレイラ、まあ、レガレイラ、レガレイラ、はい、お願いします。そうですね、レガレイラはやっぱりちょっと前走はまあややねテンション高めというか、うん、でまあちょっと出遅れもありましたし、うん、そうですね、まあちょっと外回る形にもなって、でもそれでもね来てますからね、33秒9の足で来てますし、うん、中間はね、まあ、前走よりはちょっとゆったりした調整にしている感じもするので、今回は力を出せるんじゃないかなと思いますよ。まあ、あと安城がね、もう安城とにかく恐ろしい男ですから、恐ろしい、まあ、そうですね、本当にレガレイラが5番手ぐらいにいるなんていうことすらありえますから、怖いは怖いですね、うん、ルメールさんって緊張とかされない方なんですか、いつお会いしてもなんか穏やかな、いや、それはレースじゃない時しか会ってないなんか厳しい、厳しいしないのかなと思って、いや、それはやっぱピリピリする時あるんじゃないですか、五重の塔みたいな人なのかな、五重の塔みたいな人、なんか五重の塔とかって、あとスカイツリー先生ね、高い建物って
免震構造力を振るうみたいな。五重塔も真ん中に進歩あるからね。それの分断で。スルー能力が高い。なんかこう、何が起きてもこう揺れないってこと揺れない、自分に一本背中。すみません、付き合っていただいて無視して大丈夫ですよ、もう今日ルメールさん、厳しいルメールさん、こういう感じでした厳しいよ今日、今日のルメールさん今日すごい2着、1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 着、2着ですね。すべて連帯。まあちょっと基本的にはそう簡単に切れないですけど、まあ切れないよね。私はまあ、アーバンシックとの比較で、アーバンシックですか、うん、同じくスワーブ・リチャードのね、はいはいはい、アーバンシックの方が強いんじゃねえかと。アーバンシックはちょっと確かに大物感ありますよね、はい、と思って3着はアーバンシックの方にしたんですけどね。ただレガレイダーは恐ろしいことは、それはもう間違いないです。そうなんで、でも私ジャスティン・ミラーの方が本命なので、レガレイダーにすると絶対つかないんだ。まあそう、まあそうね。ただ3連単ならね、まあそれはそうですよ、まあ一応ね、まあ、僕前回かな、どっかで言ったようにスワーブ・リチャード3区はやっぱ前哨戦、はい、あ、言ってた、言ってた、すごい結果出す馬で、まあだから、あの本番は3着かなって思ってんだけどね、あ、来て3着だから、はい、このアーバンシックもっていうような気は、まあでも分かんないですね、それは、はい。さあ続いて、ではシックスペンス、今3番人気伺っていきたいと思います。シックスペンスはですね、うん、まあそうですね、スプリングの後はまあ無理せずにここダービーに標準を合わせてきて、うん、まあ、今週のイキリカーダさん乗ってたんですけど、すごくいい動きしてましたよね。あのもう一気にね突き放すようなね動きしてましたし、これはでも前走強かったから怖いですよね。まあ怖いっすよね、謎だしね、謎、基本的にあれだけのスローペースであんなに着差つけるって、はい、とんでもない、はい、切れ味なわけですよ。とんでもない切れ味、それこそスローになったら、はい、うん、スローになったら恐ろしいですね。金髪ロック勝負みたいになったら本当怖いですよ。ただもちろん怖いけど、やっぱり、中山マイル、中山マイル、中山1008っていう使われ方が、3戦3勝、やっぱり距離は、まず単純に距離不安は結構僕はあると思うんですよ、人気馬の中でも。シックスペンスっていう馬は 2000m 以上走ったことがないわけですからね。で、東京も初めてでしょ、うん、そうですね、中山志向も初めてですね。そうするとですね、今3番人気ですか、はい、まあちょっと嫌だなっていう、嫌だね、はい、確かに嫌は嫌です。ただあの絆3区今年絶好調、はい、あとまあ買うなら頭で買いますね、僕は。シックスペンスも、もう、あの、私、雑誌の仕事をいただきまして、あの、そこではシックスペンス本命にって書いちゃったんですけど、雑誌をね。え、そうなんですか？はい、その時点では。まあ、いろいろ考えて、もう結局無重症になっちゃいましたが、まあ、怖いは怖いですね。怖い。はい、非常に。わざわざ立冬から森に行ってるんですかね。そうです、森に来てますね。さっきの本命書いた話ですけど、先週、あのテレ東の、ね、井上さん出てもらった YouTube のやつで、うん、早めに1回予想くださいってところで、うん、ね、ジャスティン・ミラーのでシックスペンスも考えて結局ダノってことですね。これ一応確認、そう、ああそうそう、ダノって言ってた、あ、最後はあ、ええー、あの今日、あ、今日ね、あ、はい、もう、そうですね、やっぱりシックスペンスはちょっと不安材料の方が多いかなっていう気がします。はい、ただガスンと頭の可能性もなきにしもあるんです。来るなら頭で来るか、来るなら頭で買いたいですね。はい、はい、それでつけんだもんな、そう、そうですよ、スローペースって基本的に着差そんなつかないですよね、はい、つかないですね、あんだけぶっちぎるんだから、ちぎってましたもん、はい、それはやっぱり相手のねレベルはもしかそんな高くなかったとしても、うん、なかなかですよね、はい、続いてでは4番人気のアーバンシック、アバンシックはそうですね、まあ、中間クロス花川をして、まあ、ちょっと若干こうかかってしまうのとかあるので、そういうのに対策をしてきてますよね、まあ、この馬はやっぱ追い切りすごい動くんでね、うん、今回もいい動きしてましたね。まあ
この馬はね、やっぱ百日走特別で、はい、東京をね、ちゃんと経験しているし、これまあ急騰立てだから、まあその鵜呑みにはできませんが、これすごい強かったよね。強かったです。なので、うん、まあそういう不安が一つないという、ちゃんと東京で結果を出しているっていう。で、皐月賞もね、まあ強い競馬だったでしょう。そうですね。まあ、4着。はい。なのでこれはちょっと3着はこれかなと思いたい。それはやっぱりあれですよ、マリージャコスモキュランダはどうなんですか。コスモキュランダは陣営はものすごい自信を持っていました。距離も、まあ、血統から問題ないですし、そうね、前走も、まあ、強かったですよね。その、まあ、ジャスティン・ミラノにね、首差まで迫って、うん、結構自信持ってたんですよ。あ、そう。かなり。あんまり言われてるほど不安材料なくないですか、コスモ。そうね。ないかな。なんか単純にこの馬よりも強い馬がいるみたいな印の回り方とか。うん、まあでも勝浦さんと雑談してる時に今日、うん、ダービーのことで、うん、いや、コスモキランダどうすかねって軽く聞いたら、いや、普通に考えたらジャスティンとコスモのワンツーでしょうぐらいの感じ。で、佐々木賞ワンツーで。だからコスモはかなり評価してましたね。うん、そうね、悩むな。まあ一つだけあるとしたら、まあやっぱり東京は初めてでしょ。東京は初めて。あ、違う、あ、東京一回一回走って、新馬戦で、まああれは、まああれは十何着でしたっけ。でもまだ、まあ未知数ではあるね。まだ東京未知数っていうことと、やっぱりダービーで乗り換わりはマイナスでしょっていう。まあね、まあでも弥生賞のプロジョッキー。まあね、初めて乗るわけじゃないからですけど、だから私はまあ3着には入れました。はい。やっぱりね。でも確かにこの馬っていつも人気しないんですよね、はい、この。まあそうなんですね。この多分馬柱だけ見たらもっと人気しても良さそうじゃないですか。そうなの、ね。うん、美味しいっちゃ美味しいかもしれない。ね、はい。本当だ、デビュー戦最下位。はい。あとは、ね、まあやっぱ新エンペラーかな。新エンペラーいいと思うんだけどな。7番人気ですね。まあ、前走は、まあ、やっぱり両肩上だったと思うんですよね。うん。状況とか見ても今回はもう全然動きが違うと思いますけどね。あ、うん、この中間困る。困る？困るよ。なんで？新エンペラー買ってないんだこっちは。今から買いだから買いたしましょう。はい、ああ、この100万配信で。はい、まあコスモは消し出たよってさすらいまさやも言ってますけど。まあね、コスモさん、まあ9戦目ね。ジリアシーじゃないですか、新エンペラー。まあ新エンペラーは。まあ、これ分かりませんよ、私はそんなはっきりしたことは全く言えませんが、なんか走るたびにムムって私は思ってます。あれ思ったより強くないな、あれまた思ったより強くないなっていう、ちょっとなんか成長してないようにも見える。キャプテン、なるほどね。やっぱ京都2歳の時が一番強かったという。京都2歳、確かに、はい、まあ、ホープフルも強かったですけど、そうですね、2着、はい、若干そういうイメージが、成長力、やっぱここに来ての成長力、成長力すごく大事なはずなんですよ、うん、冬から春にかけて、はいはい、それがちょっともう一つかなっていうイメージですね。なるほど、はい、シュガーかな。あとはまあシュガー君かな、はい、青葉賞、同じ舞台で走ってるっていうのはすごくいいと思いますけどね。やっぱり2月デビューでここまで来るっていうのがすごいことだですからね。頑張り屋さん。ただまあ上位どうかなって思っちゃいました。さすが。まあよく言われることですからね、青葉将軍。まあそもそも来たことないのか、青葉将軍は。いや来たことがあるよ。勝ったことがない。勝ったことはそうですね。さすがにちょっと、まあだから青葉賞組が厳しいのは、まずね、ここが明治だということが多い、不定苦戦傾向っていうのと、やっぱりね、某ジョッキーが言ってましたけども、はい、その皐月賞に出れなかった馬たち、まあそうですね、基本的に、はい、もういやいや事情はいろいろありますが、そうじゃないこともありますけど、はいはいはい、基本的には皐月賞に出れなかった馬たちなので、
まあ、能力1枚割引でしょっていう。本当に強かったら佐々木賞出てるよっていうね。なるほど、はい、っていうところがありますね。はい、でそれで言うならプリンシパルステークス組が全然振るわないのも同じような理由で、ローテも厳しいし、ただなぜダノンヤズロックかっていうと、いやダノンヤズロックはもうあれが調教って考えたら、まあ確かにそうかも、もう全然上積みしかない。まあ明治であそこ取りに行かなくても余裕で勝てたっていうところを、明治ではなかったと思います、ね、はい、評価したいっていう感じですかね。はい、あとゴンバでカーブスぐらいですか。そうです、ね、はい、ゴンバでも動きいいけどな、回らなかったです印が。NHK マイルも私はさほど状態良くなかったんじゃないかなと思ってて、それで4着来るっていうのは すごいやっぱり走る馬なんだなと思ったし、今回さらにね状態上がってると思うので、あとは距離どうなのかなっていう感じですかね。一気に延長しますから ね、 前でしか走ってない、はい、まあ打ち欲しかったかもな、ちょっと入っちゃいましたから ね、 ちょっとね、はい、じゃあそんなとこですかね。はい、そんなとこですか。ありがとうございます。コミショでしょ。はい、ではゴルバルツってこんなにいけないの。ゴルバルツ面白いよね。面白いよな。大外からでもインツキを決める男、岩田さんですからね。岩田康成、はい、これは怖いですよ。パパ、どう考えてもやっぱジャンタルマントルってやっぱすげえ強いと思うんですよ。皐月賞見直しても、はい、まあ朝日杯もね相当詰め寄ってますから、詰め寄ってます、ね、どこまで人気がないならこれエコロバルツは絶対いいよな。確かにぜひ買いたいなとは思いますね、お父さん、はい、親子馬券とか記念馬券欲しいかもしれない。未来君、未来さんじゃないですか。安成さんとか、あ、ノリさんとか、ノリさんとタケシさんとか、なるほど、そういう家族。はい、はい、じゃあ、お願いします。はい、日本ダービーの細かいことは気にしないと、みちょいをご紹介します。はい、競馬ファンの多くはね、やっぱ日本ダービー当てたい、当てたい、ダービーと有馬記念だけは勝ちたいものです、はい、そういうことです、ね、はい、なのでぜひね、とみちょいの力を借りたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、では今回ちょっと多めの、多め、広めの5つです。まずこちらです。1つ目、はい、0% 皐月賞9着以下。2つ目、0% 前走皐月賞以外で4番人気。3つ目、連帯4番人気以下。3つ目、連帯 0% キャリア6戦以上。そして4つ目、勝利 0% 青葉賞とプリンシパルステークス組。そして最後、特注皐月賞上がり最速馬ということです。うん、はい、ちょっとあなたもう 0% ばっかりじゃないですか。そうなんですか、データ情報があるんですけど、はい、詳しく教えてください。はい、はい、まずですね、皐月賞を9着以下ですけども、過去10年のダービーの前走を見てみますと、ほとんど皐月賞組で8勝2着9回3着6回なんですね。その全ては皐月賞8着以内の馬で、9着以下の馬は一度も馬券に絡んでいませんでした。なので、まあ、この皐月賞9着以下っていうのはデータ上ではありますけども、苦戦しそうですね、感じです。9着以下はサンライズアース、ビザンチンドリーム、ミスター GT、 サンライズ自慢の4頭と、はい、まあ、あとはダノンデサイドの皐月賞取り消しは、まあ、この王冠なのか、うん、含まれるのか、これは、ね、どう評価するかというところです。はいはい、2つ目、この 0% 前走皐月賞以外の馬に目を向けますけども、ダービーで馬券に絡んだのは7頭で、2勝2着1回3着4回となっています。その7頭をさらに細かくチェックしてみると、全て前走3番人気以内で、4番人気以下だったのは1頭も馬券圏内に絡んでいませんでした。なので前走皐月賞以外の馬で4番人気以下の馬も苦戦しそうです。該当するのはジューンテイク、ゴンバでカーブス、湘南ラブタの3頭と。はい、でもまだちょっとね、まだね、もうちょっといきましょう。もうちょっと、はい、行きましょう。ああ、これ切れるがまだ出てない。確かに、はい、全部そうですね。続いて3つ目ですね、はい、連帯 0% キャリア6戦以上ですけど、過去10年の日本ダービーで馬券圏内に入った30頭のキャリアをチェックすると、キャリアが6戦以上の馬からは1頭も連帯していた馬が出ていなかったんです。連帯ね、そうそう、連帯なんですけど、うん、3着も2回のみと大苦戦していますので、まあ、狙っても、まあ3着までなのかなというところです。マジか、うん、ね、コスモキュランダ、先ほども出てきましたもん、ジューンテイクから、あとコスモキュランダ、サイナリスパングもダービー、まあやっぱそキャリア多すぎはね、そうですね、まあ、よくないとはよく言われますけどね、3着までということですかね。3着まで、3着も2頭しかないのもんね。そうなんです、そうそうなんです、うん、はい、そして4つ目、はい、
勝利 0% 青葉賞とプリンシパルステークス組ですけども、歴史上2つのレースからダービー馬、まあ、つまり勝ち馬ですね、は1頭も出ていないんです。まあ、歴史は塗り替えられるものですけども、まあ、30年前後のデータでいうと2着、まあ、来ても2着、3着までという感じですね。はい、やはりダノンヤズロックとシュガー君は非常にきついかも。ただし、まあ、モレール騎手とね、ミスターダービーの、ダービー6勝の萩生田騎手が乗りますから、まあ、今年歴史が変わるかでも不思議ではないと。そうですね。はい、ちなみにこのスプリングステークスから直行でダービー馬になった馬もいないんですよね。なのでシックスペースも、まあ、データ上あんまそうですよね。確かに、うん、このローテあんまないかも。まあ、なんないローテ、ね、うん、あんまないローテです、はい、なので超えなければいけない壁がありそうです。はい、まあ、でここまでで残っている勝ち馬ね、あくまでもね、うん、勝ち馬候補はレガレイラ、アーバンシック、シンエンペラー、ジャスティンミラノ、エコロバルツの候補。そう、エコロバルツ残るよね。確かに。そうなんですよ、エコロバルツは。なるほど、ね。岩田やすまい。エコロバルツの頭はちょっとね。まあ、頭はきついかもしれない。さすがにね。はい。では最後の特注皐月賞上がり最速馬ですけども、ダービーでは皐月賞で上がり最速だった馬の構想が目立っていまして、東京競馬場が今のコースになった2003年以降、皐月賞で最速の上がりを使った馬は8勝2着1回3着1回着外14回で、まあ、勝率は 33.3%、 馬券圏内率は 41.7% でしたね。ちなみに皐月賞1着馬勝ち馬は6勝2着4回3着2回着外8回で勝率 30.0% なので、ダービーでは皐月賞馬より強いとも考えられます。なるほど。なので皐月賞で最速の上がりを使った馬というと、そのエコロバルツとヒンバーレガレイラに、やっぱレガレイラも買わなきゃならないか。ちなみに大久保先生が誰よりも真面目にこれを聞いためちゃくちゃうなりながら、うなずきながらめちゃくちゃ聞いてましたけども、はい、やはり皐月賞で最速の上がりを使えるっていうのは能力の証明ですかね。やっぱりああいうね、あの強い競馬でね、姉妹が人だけ足使えるってことはやっぱり、ね、強いってことですね。なるほど、やはり能力が高いっていうんですね。ありがとうございます。エコロバルツが私はとても気になってきましたね。はい、ということで、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。細かいことは気にせずに参考になさってください。それではお待たせいたしました、100万円的中を目指して、マリーさんには50万円的中、どうしよう、目指してでは買い目を決めていただこうと思います。改めてルールは簡単です。自腹1万円で、キャプテンさんには100万円的中、マリーさんには50万円的中を目指していただきます。明日の日本ダービーを予想します。点数に限っては何点でも構いません。キャプ様はね、うん、ほぼ決まってるんですよ。マジですか。だってもう限られるじゃん。限られるけど、でもまあ私はもう3着変えるだけというか、いやもうウィニング競馬の予想で3着の、あれ俺書くの、どれか、あ、そうだ、私これ、はい、ただ非常にですね、実にですね、難しいですよ、それは。さあ、ということで、お二人がですね、買い目を考えている間に、私から大切なお知らせをしたいと思います。ありがとうございます。2着も結構、はい、5月12日に放送した先々週に放送した日本ダービーへ向けての特別番組、栄光へかけるが期間限定で見逃し配信を行っています。皐月賞を制しまして、明日の日本ダービーに挑むジャスティン・ミラノの裏側、2着だったコスモ・キランドの親子のストーリー、ダービー7勝目を狙う武豊騎手の海外遠征、ドバイですね、にも密着させていただきました。そしてその武豊騎手とコンビを組むシュガー君の強さの秘密など、どの動画もダービー前に見ておきたいものとなっていますのでぜひ皆さんご覧ください。ぜひご覧ください、見てくださいさあ、ということでお二人はまだ悩まれていますので、富田さん見てくれました？見ました。どれが一番、あ、これでも1点で、個人的にこうダービーの感動とか、そういうあのこれが良かったとかじゃないと思いますけど、ダービーで、そう
奥さんね。どれも多かったけど、なんか加藤先生、はい、コスモキュランドの静谷先生が、ね、あのお父様が、はい、和弘調教師がダービーを勝った時にまだ赤ちゃんだ、生まれたばっかり、生まれたばっかりの状態でいたっていう話とか見て、やっぱ、でもこれはやっぱり意外ないですよね、なんか受け継がれているのが静谷先生ってもね、色々ね、6と10、何あれを見てなんかいいなって思いましたね。15も、10はさすがに、じゃあ1着固定にしよう。そして6と13が2着でしょ。6と13が2着で、6と13はもう3着に1回して、で、レガレーダも3着に入れるでしょ、はい、3着ということ で、皆さん見てくださいね、まあ、これだから、そう、あと、この恋、あの配信には入ってなかったですけど、はい、このテレビ東京の夜のスポーツのリアライブっていう番組で、これでもやっぱ、マイカワさん、はい、マイカワ超多いですね、そうなんですよ、あの、マイカワ技術長期教師にサウジアラビアで、あ、そうですよね、あの取材させていただいたんですけど、ね、いや、でも嫌なの、サウジカップとかも一緒に見させていただいて、すごくなんか丁寧で優しい方で、1万円あの印象的だったのが、お母さんみたいな調教師になりたいっておっしゃっていて、その前川さんがずっとその矢作先生の人員について、はい、あのサウジアラビア、ドバイ、ケンタッキーって行かれたと思うので、そういうのを考えると、なんか矢作先生の出してる厩舎とか、ここにはね、なかなか持ってきてないんですけど、やっぱり矢作厩舎経験になるんでしょうね、海外に行って、ね、今回もダービー伊藤出しです。そうなんですよ、ミスター GT と新エンペラーかな、そこら辺も楽しみだなと思います。何のサイトですか。さてどうかな、お腹空いた、ね、お腹空きましたよね、わかります、お腹空いた、やっぱ脳みそ使うとね、お腹減りますね。そうなんですよね、そうなんですよ、ってことは、三連単でしょ。あ、先生は明日来ました。やったー。明日来ます。お待ちしております。でもそうするとエクロバルツも変えたいよね。やった、やった。ちなみにプリンシパルス、第一回でプリンシパルステークスの勝ち、まあダンスインザダーク。ダンスインザダーク、第一回のプリンシパルステークス。ダンスインザダーク、到着。ダービー使ったら16着です。なるほど。さっき知らなかった。不採地コンコルドね。不採地コンコルドが勝ちましたね、ダービーはね。先生、今日起こしない。ではまた。お疲れ様でした。ありがとうございました。気をつけて。お願いします。今日は帽子パスしちゃったんで。明日楽しみだな。難しいな。明日結構みんな目に来る。そうですね。キャプテンさん、してどこで。キャプテンさん、明日お仕事ですか。私はね、ちょっと仕事なんですよ、ダービー関連ですか。ダービー関連、ここに来ますか。あ、来ない来ない、競馬場じゃない、競馬場じゃない、あ、これもこれは買えないってことだから、あ、でもダービー、これは買えない、あ、去年も見た、去年も見ました、ダービーいいよね、買えないでしょ、先週のなんだっけ、オークスもすごくすごかった、あ、よかった、はい、なんか生で見るのはいいですね。明日はコーヒーゼリーを買う、絶対コーヒーなんかソフトみたいな、サンライズアースどう、そうそう、じゃあ行きましょう、冗談じゃないですよ、ちょうど行きたいと思ってたんです、行きません、行きましょう、めちゃくちゃ振り受けてましたよね、超絶な振り、サンライズアースなくてもちょっとあの位置取りどうすか、なんか取れたの、いやでも板橋の言うことなんか聞かない方がいいですよ。いやいやいや、先週言ったじゃないですか、新聞記者の大箇所上位で。そうですね、記者である自分を信じた方がいい、板橋のたわごとでライトマークだったんですね、板橋、まあまあ、エコロバルツだったらどっちがいいかな、でもエコロバルツもな、距離どうなの、まあエコロバルツもそら距離は本当は、まあ、ベストではないだろうね、そら来ちゃったらね、あれですよね、だからレガレーラが3着に来るんでしょ、どうせ板橋くん、やっぱこれは買っとかなきゃいけないか、レガレーラで木村哲也厩舎で、どうすか、トースポの藤井さん、多分担当厩舎、藤井さんが本命だったと思いますよ、確かに、それ OK、なんか言ってることとかありました、私さっき聞いたら、やっぱり前走はちょっとテンション高めで、ね、ちょっと遅れちゃったし、スタートもだし、まあ下手になったっていう、あー、まあ上手に乗ってなかった、うん、あんまりうまくなかったなっていうのもあるし、乗ったっていうか、しょうがないよね、そうしょうがない、スタートが、まあ、スタートもあれだったし、でもずっと後ろでコーナーがベアンってずっと外に なっちゃった、遅刻な感じでしたもん、うん、まあそれはルメールさんも分かってるでしょうし、しょうがないですね、確かにレガレイラ買うと他の買えないじゃん。
マリンさんも明日は競馬場。競馬場です。仕事です。仕事。エコロだと200円って言ったの。エコロは200円。あー、エコロバルツいいな、ね、ピンクで可愛い。いやでも、まあそうやって言ってって、大穴でさ、こんなみんなで言ってる、まあ本当来ないよね。そんなことない。そうですね。はい、先週のね、斉藤さんの本命もそうです。コメントに本命言えやって来てるんですけど、本命って言ってるんです。本命って誰だ、誰だ、誰だ、富田本命言えやって来て、読めないですよね、じゃあ。ダメダメダメ、ダメ、はい、みんな本命です。みんな本命です。みんな本命です。あんまない、ないっすもん、でもね。そう、一頭だけ応援してレース見てるって普段からね、ないですね。13、15、買えない、15、6、13だと、いくらかな。あ、板橋さんの本命割ってきてる。今日ないでしょ。あるんですよ、だって板橋さん。新エンペラーです。板橋さんは新エンペラーだそうです。興味ないよ、わざわざ。うちのアナウンス部長の本命は聞いてくの忘れちゃったの、先週は聞いてた。じゃ今電話してきて、ね、あ、ダメだ、やっぱりなんか気づらん。まあ私はもうこれで行くしかないな。馬券は買ってるか買ってないかは言えないので、さしてください、顔で。今日のルールは、キャプテンさんが予算1万、2人とも予算1万円で、はい、キャプテンさんは100万になる目を自腹で出してください。そうですね、はい、マリエさんは50万円でいいです。私は50万円でいいです。まあ、デリガレイラ、デリガレイラ切れないよね。まあ、本当は切ってもいいんだけどね。でもなんかもう私は、もう買いたい馬ほぼいないので、もう。どういうこと？他に。うん、なんでこうなる。もうこうからもうウイニング競馬でこれとこれを買ってるので、もうほぼこれになるな。一応ウイニング競馬のキャプテンその買い目こういう、はい、そこはもう買わないので。これは買いたい。マリーさん、50万円手に入ったらどうします？焼肉食べたい。行きましょう。焼肉食べたい。キャプテンが100万円当たったら焼肉食べたい。ダメだ、引っ越し代だから。そっか、引っ越し代だ。引っ越し代だから。そっか、そう。え、本当に引っ越すんですか？本当に引っ越します。遠くに。定期借家ですから。まあ、まだちょっとわからない。4000円、はい、検討中。まあ駅次第だし、家次第ってとこもあるじゃん、まあ、家で決めるっていう。確かに確かに。ああ、ちょっとこの駅本線じゃなかったけど、こんだけいい部屋が空いてるなって。そうそうそう、ってこともあるから。レガレイラを入れると私はもう決めましたよ。早い。どれで出していいですか、私の。まあいいっすよね。いいのか。どうぞどうぞ。先にじゃあ、もう私はもう9番15番2番、うん、この3連単130番ぐらいついたんで、もうこの1点っすね。もうこれでいきたいと思います。まあ別に、ちなみに15、9、2はもう100倍切ってるから、それはもうどうにも変えないので、まあ、モレちゃんと戸崎さんの壮絶な叩き合いを最後、内からなのか外からなのかは分かりませんが、レガレーラが3着に突っ込んでくると。まあそれ当然、能力的にも当然あって、しかるべき結果だと思いますので、これでいきたいと思います。ありがとうございます。1点、はい、1点、まあ、1点、1点するしかない。はい、あくまでもうちょっと変えるんだよな。ウィニューケーバーの予想もあっての今の1点。そうです、ウィニューケーバーの予想。そう、ウィニューケーバーでは、あの、別の何でしたっけ、私は、はい、コスモとアマンシックを3着につけた馬券を買ってるので、はい、まあどっち、まあここはレガレーラーちょっと買っとこうかっていう、うん、そういう感じだね。富ちょい待ってますね。はい、お、決まった。もうちょっと買える、もうちょっと買える。まあでもいいですよ、そんな無理しなくて。あと1600円買える。1600円。でも別に1万円使い切らなきゃいけなくないですよ、別にいいでしょ。まあ8400円。じゃあでもなんか買いたいけど、まあいっか。あ、でもジャスティン・ビルノから買ってもこれでちゃんと50万円。そうなんです。なるほどな。15、63で、15、63が 125.7 倍で、うん、あ、なるほど。あ、そうか、4000円。いっぱい買えないわけね。で、15、132が4、ですね、15、13、2がね、116倍なんですよ。なので、これを4000円と4400円で50万になる。なるほど。そう、ね、じゃあ、エコロバルツ入れるよ、いいじゃん。あ、エコロバルツ入れよ。入れてください。こんなの、もあ、まあ、そうか、ヤッセン信じてるもんね。ん？いや、もう、15、2、6、13、エコロ。それで3連単3点でいける。まあ、2着3着折り返しみたいなことですよ。折り返さなくて3着だと思ってるでしょ、エコロバルツ。うん、
だったら1着3着、1着3着固定。なるほど。ジャスティンは信じてるわけでしょ。ジャスティンは信じてます。だから1着3着固定で、間にこの2番、6番、13番を入れれば、18なんですよ。はい、それ多分もう500円ずつも買う必要ないぐらい50万にはなると思う。多分なりますね。はい、それで使い、よし、それで使い切りじゃないですか。オッケー、はい、これにします。足して、はい、確かに確かに、15から2613と1着3着と、はいはい、はい、分かりました。そうです。ありがとうございます。まあなんとかね、まあ、まとまったんじゃないですか、はい、まとまった、よかった、はい、当たってほしいな、当たってほしい、はい、でそれをいくら買うか考えよう、明日。それはまあ落ちるからね。はい、そうですね。さあ皆さんもキャプテンさんとマリエさんの予想をぜひ参考になさってください。はい、では今週日本ダービーを予想してまいりました。はい、自信のほどはお二人ともいかがですか。どうでしょう。単勝、まあ、自信と言われると困りますが、予想に一切の悔いはないというか、楽しみしかない感じをします。ワクワクが最低ですね。ワクワク、はい、ワクワク、お兄さんもワクワク、ワクワクですね。よかったです。何が勝つかも、ねえ、楽しみですよね。はい、はい、ということで、ですね、来週のこの時間はまだダービーも終わる前なんですけども、安田記念ですかね、そうをお送りしたいと思います。はい、その前ですけども、まずはですね、明日の日本ダービー、前陣馬が無事に完走できるように、はい、我々も応援したいと思います。はい、はい、ということで、今回の配信も良かったなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、それでは皆さん、安田記念で次回はお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。さようなら。